HKT48 のお出かけ。刺すなお前は。いやなんか私も気づいたんですよ。やっぱお出かけをね、うん、やっていくごとに私も安売りしないでおこうと。お出かけは私もやりません。お出かけポーズ封印すんの。もう流行ってきちゃって、もう写メ会とかでもやっぱこれが一番人気になってきちゃって。いやええやんか。だからこそ続けていくねん。ギャグは自分が来た頃にやっと世の中に浸透してんねん。なあやないか。これやってくれ、やってくれよっていうのもなんかそんなに欲しかったんかいう話だけど。今回はクリスマススペシャル企画ということで。いやいやいや、どうしたんですか。見てくださいよ。なんかね、飲み屋の個室で我々だけ早めについてもうたみたいな感じになってますけどね。嬉しいですね。なのでですね、今回クリスマスのサンタさん代わりに私がもう愛してやまない3人を、はい、来てくれてるってこと。今日は呼んだんですよ。そうかそうか、それでね。いいですか。ああ、なこみくん、荒牧ちゃん。逆押して。いやちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとすいません。ちょっとやめてください。ちょっとやめてください。子供ってドアの開け方も知らんの。なあ。いいよ、入ってきて。ああ、入れ入れ。メンバーの中でもね、まあ言うたら最年少の。荒牧ちゃん、ドアの開け方分かんなかったの。はい。ね。大体こう作りで分かれへんか、ドアの開け方って。押すのかな引くのかなみたいな分かれへんかった。そうかね。ヤクルト買うてきたろか。なんか大丈夫か。じゃあ座ろうか。ナコに関しては去年のクリスマスもスタジオに来たもんね、はい、だいぶ近くないですか。いやだってあの時はもう全然喋れへんかったやん。何聞いても喋れへんかったやん。もういっぱい喋れます。そうかそうか。あの時は後藤さんにめっちゃ緊張してたもんね、うん、今日はどう。全然緊張しないです。いやそれはそれや。それはそれや。俺ニクは後藤さんは初めましてだよね。はい、もう初めまして。いくつ今。13歳です。13歳ということは中1。はい。学校でいろいろ言われるやろ、 HKT やんなとか言って。もうそんなに言われない。嘘。そう、はい、言われる。はい。なんて言われんの。なんか先輩に HKT の子じゃねみたいな。おー、喋れるようになったの。よかったよかった。おっちゃんも安心したわ。どうですか東京。なんか、うん、すごいいっぱい建物があります。かわいい。かわいいの。かわいい。じゃあ何個から。高速三つ編みです。おー、高速三つ編み。三つ編み早くできんの。最近はやってないです。そうなん。最近やってんかったらできるか、そんな早く。ちょっと待ってくださいね。まずはちょっとやんなきゃ。土台作り。土台作りでね。いきます。ヘイ。いや分からん。いや分からん。そもそものスピード俺知らんから。三つ編みの終わりです。これ早いの、はい、じゃあ特技は。はい、フラフープです。フラフープをやってもらおう。なんか最近はなんかダイエットにもいいとか言われてますからね。いきますよ。下手やな、下手やな。あれ、待ってください。めちゃめちゃ下手やん。あ、うまい。おー、下手やな。よう、これ特技欄に書けたな。じゃあ私やりたい。どっちかやったら下手の部類や。もううまいやん。うまいやん。いや、これでやっと特技って言えんのよ。荒牧ちゃん、バシッと最後決めてくれないと。そうやで、これ今んとこ。何やってくれるの。開脚します。開脚。あ、これはでもちょっとね、見せて見せて。おお、これは大したもんや。柔らかい。すごい。バレエとかなんかやってんの。はい、やってました。あ、今やってないの。今やってない。何年ぐらいバレエやってたの。10年間です。すごいやん。今何歳。13歳です。3歳からバレエすんの。はい。なんか回ったりできるの。やってみてやってみて。せーの。なんで芝生行っちゃうの。なんで芝生行っちゃった。な赤なってるやん。かわいい。かわいい。恥ずかしいね。かわいい。おー、なんかないの派手な技。派手。なんか何回も回るやつみたいな。やって。
すげえよ。すごい。おもろ。できる。いや、そっちの方がええやんか。高速にやんない方がいいよ。高速回転の方がええのよ。で、今のやって今の。負けない負けない。うん。あ、できるやんできるやん。すごいじゃん。すごい、これこれこれこういうのやん。これ。自分もできんじゃんか。ちょっとやってみやってみ。やってみ。あ、できへんわな、それ。さあ、できへんわ。やってへんからね。そうかそうか、テレビとかやったら何が好きなの13歳はね。何見てんの？お出かけ好き。本当にお出かけいつも。おお、そう。だから気遣いができるええねええね、13歳に気遣い。なんか AKB グループのテレビとか、うん、あれでもなんか、うん、AKB グループもともと好きなんですけど、うん、好きな番組ランキングお出かけ入ってなかったよね。え入ってたよ絶対。え違うの、 AKB が1位でしょ。だって2位が週刊 AKB、 3位が有吉 AKB。 全然入ってないやん。お出かけ入ってんやん、全部 AKB やん。ほんででも本当に大好きなの。あ、見てる。はい。最近だと何の回が面白かった？あのご飯のお供。ああ、ちゃんと見てんねんや。でもね、はい、お出かけ見てる。はい。どこが面白い、お出かけの。なんか、うん、テープただちゃうぞおい。そうかそうか。学校とかで何流行ってんの？俺もうこの世代全然分かれんから。何流行ってる？歩き鬼ごっことか。歩き鬼ごっこって何？なんか走ったら先生から怒られるから歩いて鬼ごっこしてる。うわー、ういういしいな。走ったかねや。歩き鬼ごっこできんの？はい。やる？鬼決めましょうか。最初はグーじゃんけんぽい。テンポ早いな。あいこでしょ、あいこでしょ。じゃあさ、2-2-2、2-3にやってみよう。え？最初はグーじゃんけんぽい。勝ったよ。最初はグーじゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、鬼。鬼。どうすんの？どうすんの？テンポ早いな。どうすんの？どうすんの？何がおもろいねこれ。なんやこれ、 ルンバ5台みたいな。うろ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 して楽しい。めっちゃ嬉しそう。いや、もうはしゃぐ時の声がやっぱ子供やもんね。キャッキャッキャッとか言って。楽しかった？ほんま？あなたの場合そうは見えへんけどね。